AirPods 4のリーク情報についてです。新型の AirPods は2024年に発売されると予想されています。大きな変更点として AirPods 4は下位モデルと上位モデルの2つが存在するということです。これまでの AirPods は1世代で1機種のみだったのですが、今回1世代2機種に挑戦するようです。これに伴い2019年発売の AirPods 2と2021年発売の AirPods 3、こちらが販売終了になるという情報もあります。新しい AirPods 4がこの2つに置き換わるという形なわけですね。また音楽愛好家やテクノロジーのファンにとって注目の的となっている新型 AirPods 4は従来のモデルとはデザインが一新されるという噂になっています。これらについて現状分かっている情報を詳しく見ていきたいと思います。まずデザインについてですね、 AirPods 4は AirPods 3と AirPods Pro 2のデザインを融合させる形で登場すると言われています。しかし AirPods Pro のシリコン型イヤーチップのような耳の形に合わせてフィットするイヤーチップは導入されないらしく、 AirPods 3の開放型のようなものになるという見込みです。次に機能についてです。まず AirPods 4には USB-C ポートが搭載されることはほぼ間違いないと言われています。これにより AirPods 4は新たなケースデザインが登場し、さらにこのケースには Apple デバイスの探す機能を使用する際に便利なスピーカーが搭載されるとのことでした。またさらなる音質の向上と、上位モデルの方ではアクティブノイズキャンセリング対応が噂されています。そして Bluetooth 5.3 の搭載により接続範囲の拡大、信頼性の向上、そして効率性の向上が予想されています。最後に価格についてですが、 AirPods 4は200ドル以下で販売されることが有効でした。つまり約3万円以下ですね。これは現状最新機種の AirPods 3マグセーフ充電ケースが 27,800 円であることを考えるとかなり妥当であると言えます。以上、新型 AirPods 4の情報についてまとめました。まだまだ情報の少ない AirPods 4なのですが、徐々にその実態が明らかになっています。続報を楽しみにして待ちましょう。次に AirPods Pro 3のリーク情報についてです。現在第2世代までが販売されている AirPods Pro もついに新型の発売が噂されています。2019年のデビュー以来、 AirPods Pro は Apple Audio ラインナップの核として君臨していて、その次世代モデルの AirPods Pro 3は多くのユーザーから大きな期待が寄せられています。注目のポイントはまずデザインの全体改革ですね。予測によると AirPods Pro 3は従来のモデルに見られたステムがなくなり、 AirPods のような開放的なデザインになると予想されています。音質の面では現行の H2 チップから変わって H3 オーディオチップの搭載が見込まれていて、これにより従来モデルを圧倒的に上回る音質が期待されています。特に明瞭な高音と深みのある低音の再現というところに注目が集まっています。またこのチップによる効率の向上はバッテリーの持続時間を伸ばす効果も期待できるということですね。 AirPods Pro 3では新たな健康機能が搭載されるとの情報もあります。具体的には自宅で簡単に聴力チェックができる聴力テスト機能や、体調の変化を早期に察知できる温度センサーの搭載といったものです。新型の AirPods Pro 3と Apple Watch が連携して、より広範な健康データの収集と分析を実現することでユーザーの健康管理にさらに革新をもたらすということが予想されています。具体的な販売日についてですが、 AirPods Pro 3は2025年となることが予想されています。先ほど説明したような聴力テスト機能や温度センサーなどの機能はまだ開発初期段階で、実装には時間がかかるとのことでした。以上、新型 AirPods 3の最新情報をまとめました。これらの情報はあくまでも現段階ですが、 AirPods Pro 3ではデザインの革新、音質の飛躍、健康機能の追加といった魅力的な試みが多数見られているわけですね。もしこれらのリーク情報が実現されれば、 AirPods Pro 3はオーディオデバイスの新たなジャンルを開拓していくことになります。非常に楽しみな機種となっています。最後に AirPods Max 2のリーク情報についてです。2020年末に登場したヘッドホン型の初代 AirPods Max ですが、圧倒的な音質、革新的なノイズキャンセリング機能、そして洗練されたデザインで多くのファンの心を掴んできました。ただ販売から3年ほど経過し、 Apple からはまだ次のハードウェアのアップデートに関する発表がありません。最近になってやっとリークが出始めた AirPods Max 2ですが、予想ではこのような特徴が挙げられています。新色の追加、 USB-C ポートの搭載、2024年に販売見込み、こちらの3つとなっています。現在シルバー、スペースグレー、グリーン、
スカイブルー、ピンクの全5色を展開している AirPods Max ですが、最近のリーク情報では AirPods Max 2では新たなカラーデザインが導入されることが予想されています。具体的にはパープル系やゴールド系の色が追加されるということが噂されています。また機能面ではこちらも USB-C ポートが新たに追加されるという見込みです。他のデバイスとの連携をスムーズにするためにも、現在のライトニングケーブルから Type-C に移行するのはもはや必須と言えるでしょう。そして販売日は2024年というのが有力な情報です。先ほど紹介した AirPods 4と同時期になるんじゃないかと噂をされています。販売価格についてのリーク情報はまだありませんでしたが、現行の AirPods Max が 84,800 円ということを考えると、だいたい10万円以下ぐらいになるんではないかというふうに予想されています。 AirPods Max 2に関しては情報がまだ少なく、現状新色と USB-C ポート、販売日以外には大きな情報はありません。こちらの情報も続報を期待して待ちましょう。